日ごとの糧、2024年2月26日。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。このことについて、あなたは愚かだった。今後あなたには戦争が続く。歴代志下16章19節。心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。エフェソの信徒への手紙1章18節19節。神様と心を一つにする生き方というのを神様は私たちに望んでおられるようですね。神様の言葉を大切に吟味し、それを行動や発想の土台に据えて、神様が悲しむことを一緒に悲しむ、神様が喜ぶことを一緒に喜ぶという意識が育てられたら、そこには神様からの力づけ、励ましや慰めが届くんだということだと思うんですね。その際、神様と心を一つにするということ、これ大事なことですけれども、これは決してその聖書の言葉の断片的な読み込みをこう盲信的に信じるというのではなくて、聖書が語っているメッセージをしっかり吟味しながら生きるということを意味していると思うんですよね。聖書の言葉はどんなものでもそれほど簡単にこういう意味だとこう断定できるわけではないかもしれない。まあこういうふうにも理解できるし、ああいうふうにも理解できるということが多いように思うんですよね。その際、ある言葉だけを用いてこう安易に人を断罪したり、別の考え方を持っている人を軽蔑するということはすべきではないでしょうね。イエス様が最も厳しく迫った当時の律法学者たち、宗教指導者たちは極めて単純に、旧約聖書の文言からイエス様を批判し否定したんですよね。安息日の件でも、病人を癒すという件に関しても相当な、イエス様の行動に対して批判が加えられました。でも当時彼らはそれが神の御心だと感じていて、それが神と心を一つにすることだと考えていて、それを守ろうとしてイエス様を糾弾したわけですね。もちろん彼らの心の中には私たちは絶対に正しいという、まあ、自覚というか信念というのはあったと思うんですけれども、神様と心を一つにして生きるという場合には、単にそのこの言葉にこだわるとか、この言葉じゃなきゃダメとかということよりも、むしろそこに愛があるかどうかということが一つのポイントかもしれないですね。そこに愛があるかどうか、どんな正論でもそこに愛がなければ、それは神様と心を一つにしているとは言えないでしょうし、正論を貫くということは、その神様と心を一つにするということと全部同じではないということを私たちは知っておく必要があると思うんですよね。もちろん正論を貫くという姿勢は評価されるべきではあると思うんですけれども、でもそれで人を裁くことになってしまったら、断罪することになってしまったら、それはやっぱり神様の心と一つになっているとは思えないんですよね。裁くことができるのは神様だけなんですよね。私たちは裁くなと言われている。まあ人のことも裁くなと言われ、自分のことも裁いてはいけないというふうに言われているので、御言葉を吟味して本当にこう噛み砕いて噛み砕いて、いろいろそこから学べるところを感じ取れることをいっぱい感じ取りながら、こういうことなのかなというふうにこう落とし込んでいくというか、それがすごく大事なことのように思うんですよね。で、イエス様に愛されていることを信じて、そして本当にその愛によって御言葉を吟味する。愛を持って御言葉を吟味するというのが大事なことかなと思うんですけどね。今日も良い一日になりますように。そこにある希望をキリストの中に生きるなら新しい心、新しい命、新しい名前。
しい立場、新しい家族、そこにある希望、キリストの中に生きるなら与えられます。